松山おいしいものめぐり、アールベイカーの紹介をしていきます。この前のデニッシュパンおいしかったわね。また別な感じのパンも食べたいけん探してみんの。アールベイカー環状線にあるのね。米粉のパンいいわね。もっちりが想像できちゃうわ。今回はランチパスポートでイートインでいただきましたよ。おいしそうなパンがたくさん並んでいます。ピザが目を引きました。ゴルゴンゾーラやさまざま種類が並んでいます。これが美味しそうにとっても見えるんですよね。外から見ると米粉のパンという宣伝がデカデカと書かれています。どれももちっとしたパンで食感を楽しむことができますよ。今回はランチパスポートのセットで野菜のセットをいただきました。ドリンクもついてきますよ。最近野菜不足だったので、この野菜がとっても嬉しかったんですよね。それと、このピザのパンと、あと、キノコのクリームソースのパンをいただきました。とってもパン生地に合う、この具材が何とも言えません。このキノコのパンも、中がしっとりと詰まっていて美味しかったんですよ。環状線の国道196号沿いにあるお店になっています。ぜひ行ってみてください。